お疲れ。ごめんね、仕事頼んじゃって。でも手伝ってくれたから助かった。私一人だったらダメだったよ、あの仕事量だもんだって。ああ、まあ今回は役に立ったから、まあこれからも頑張って私のペースについてこないと置いてくからね。もう帰るの？ああ、私も駅まで行くよ。一緒に行く？いや、あんた男でしょ。いや、私は怖いんだから夜道が。ついてきてくれたっていいじゃん。私でも怖いんですかって。あ、バカにしてる？一応女です。もうそういうことばっか言ってると鬼残業させるよえ、あ彼女待ってんだなんだ、じゃあ早く言ってよ。そんなの、いや、あんたたちの事情なんてどうでもいいし、いや、あんたに彼女いようがいまいが別にどうでもいいもん。いや、ただなんか邪魔になって、なんか彼女さんになんかねえうざーとか思われたら迷惑だし、もうそういうの早く言ってよてかさ、新入社員のくせに彼女作るなんて早くない？いや怖いわ今の子は。え、いや別にいいんだけどね、いいんだけど、いや、こんな早く彼女作ると思わないから。だっていないって言ってたし。あ、何？向こうから告白されたの？あ、それで OK したんだ、あんたが。いやー、なんかさ、推しに弱そうだもんね、すごいだからつけ込まれるんじゃない？なんか頼んだら OK しそうじゃん。まあ私は無理だけど。いや、まあいいんじゃない頑張りなよ、せっかくできた彼女だし。ああ、いや私はもう帰るよ。一杯飲みに行こうかなと思って。いや、飲まなきゃやってらんないですよ。気にしなくていいから。あ、あとさ、もう担当変えるわ明日から。え、ちょ、担当変える。あんたじゃなくて別の人にするから、もうあんたを外してもらう。いや、なんでもいいじゃん、私の気が変わったの。あんたみたいな新入社員がついててもなんかやっぱ迷惑だしまあでもよく頑張ったよ。明日私から話すからさ、まああとは誰につくかわかんないけど。なんでですかって。だから私の気が変わっただけ。それじゃ悪いの？まああんたは従ってればいいの。理由なんてそれだけだからいやですってさ。そんなにいじめられたいんだ嘘だよあのさ、鈍感だよね本当に。いや鈍感だよ。いや、そんなこと言ったら女側がどう思うかなんて分かんないでしょ。だから鈍感なの。そういうこと言われたら相手がどう思うかなんて分かんないでしょ。ああ、だからさ、変に期待させるんじゃない？いや、誰にでもそうやって懐くし、なんかこう、人見知りもしないじゃん。まあ、それはいいとこなんだけど、そうやってなんか鈍感な発言するから相手に期待させて、で、断れないみたいになるんだよ。
まあいい勉強じゃない。まあ今は分かんないだろうね。まあさ、これからの予行練習だと思ったら、これからできる彼女とこう付き合うための予行練習。 だからその女で付き合うってどういうことか、まあ練習したらいいんじゃない？ まあ失礼だよね。 どうでもいいんだよそんなこと。とにかくもう私の担当を変えるし、あんたは明日から違うとこでやってもらうから。それだけ。 私が一緒にいたくない。なんかさっきも言ったように、あんたはさ鈍感だから、どうせなんか普通に彼女のこととかも私に話してくるだろうし、相談もしてくるだろうし、のろけもしてくんのかな。私がそんなのに耐えれると思う？耐えれないよ。耐えれないから、じゃあもう一緒にいない方がいいの？いや、私も一緒に仕事したかったよ。仕事したかったっていうか、一緒にいたかった。 なんかキモいねこんなこと言ってんの。 まあ嘘か本当かは、まああんたに任せるわ。まあだから、まあ一緒にやりたかったけど、もう無理だなって。だから帰るって言ってんの。ここまで言って分かんなかったら、あんた本当にバカだから。これで気づかなかったら本当にバカ。まあそういうとこもあんたのいいとこだけどね。まあ何でもないよ。なんか、いや今日びっくりしたからさ、まさかなと思って。そのまさかが起こっちゃうと思わないじゃん、こんなすぐ。私だって私なりに近づいて仲深めてとか考えてたのにさ、私なりに仲良くなりたかったから、徐々に徐々に距離詰めようって思ってさ、そうやってってやってたらあっさり取られちゃうし、もうそっか、だから遠慮しなくていいんだ。あ、そっか、そうだね。遠慮してこうちょっとずつとか考えて、あんたのことも考えるからこういうことになるんだわ。決めた。もうこれからは遠慮しない。だってもうこれで分かったから。まあせいぜい今の彼女と楽しんで。その彼女さんに言っときなよ。なんか僕の先輩が怖いこと言ってましたって、身の回りに気をつけてって。 なんでもない、何にもないから。まあただ気をつけて、向こうがそういうふうなら私だってもう遠慮しないことにしたからさ。 あんたは知らなくていいよ、多分わかんないし、言ってもバカだから。 じゃあそういうことだから、また明日ね。あ、担当変える？あ、嘘嘘嘘 嘘嘘、変えないから。明日も分かった、30分前には集合ね、いつも通りで。ブラックコーヒーから始めるから。 じゃあまた明日からよろしくね。じゃあお疲れ。
バイバイ。